本日は一風堂の本店に行ってまいりました。天神駅から徒歩5分ほどなんですが、路地裏にありまして、ちょっとだけこう分かりにくかったですね。ここ本店でしかですね、味わえないという新しいメニューができたということで、早速入っていきたいと思います。これお店の中ですね、もうとても綺麗ですね。なんかレストランみたいな感じで店員さんも接してくれて、非常に丁寧な対応です。こちらが本店限定の新メニューです。なかなかパンフレットというか、このメニューだけではですね、伝わってこない部分もあるんですけども、醤油ラーメンとかもあるということです。従来やった赤玉とか白玉を廃止して一新しているということで、これはですね、非常にこうどんなものが出てくるのか楽しみです。トッピングの追加なんかですね、こう女性一人とかだと言いづらいと思うんですけども、店員さんの方からお声掛けいただけますんで、非常に親切です。麺をすするっていう文化をですね、世界に向けて発信しているそうなんですけれども、こうあえてすするじゃなくてズズッとにしたっていうのは、やはりこう大人の事情があるんでしょうね。これが本店限定新メニュー、到着しました。白濁とした濃厚なスープが輝いています。豚の頭のみを14時間も煮込んだスープということでして、さらりとしながらも濃厚で、口中に豊かな旨味がこう広がるような感じですね。スープとよく絡むというか、一体化してまして、こう今回バリカタを頼んだんですが、こう麺の感じがですね、コシがありながらもこうしなやかなんで、こうスープと完全にマリアージュします。トロトロになる手前のですね、香ばしい感じで、柔らかいのに崩れない絶妙さですね。ランチセットの一口餃子なんですが、博多一口餃子といえば、こう余計なものが入らないシンプルさで、濃厚な豚骨ラーメンにはこれですね。高菜はそこまで辛くないので、辛いのが苦手な女性でも食べれるかもしれません。こうお店全体としてですね、こう女性に対して非常にあったかい印象を受けました。おもてなし福岡ナビをご覧いただきありがとうございます。このコーナーでは収録にまつわる余談や雑談を少し話していきます。今回お伺いしました一風堂の本店さんなんですけれども、このお店でですね、長時間豚の頭をこうトントーというんですが、煮込んでいるということで、こう旨味が非常に凝縮された部位だということです。実はですね、この豚の頭トントーの部分なんですけれども、物価が高い東京の方が仕入れ値が安いそうです。というのもですね、もともと豚骨文化が向こうにはなくて、数十年前にこう豚骨ラーメンを始められたこうお店とかがですね、ほぼただ同然でこう10円20円とかでですね、豚の頭を仕入れてたっていうのが経緯なので、こう今でもこう福岡に比べると少し安くなっているそうです。皆様、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。